ゴールを決めるから初めて何やればいいのかなっていうのが見えてくるわけじゃないですか。で KPI っていうのを多くのフリーランス個人事業主とか明確化できてない、売り上げが安定して上がらないもう一番の理由になってるんですね。机上の空論を並べたとしても行動に起こして実行するのにはですね、もう天と地ほどの差があるわけですね。フリーランスが最短で月収100万を達成するためのロードマップについて、今回お届けしていきます。こんにちは、株式会社 SYK 代表の北野です。今、起業をこれからしていきたいであったりとか、すでにビジネスをしている方もそうなんですけども、我々がですね、今までいろいろなですね、1700名以上の方を指導してきた中であったりとか、創業2年で累計5億以上のですね、売り上げを上げてきた中で培ってきた、そのですね、ビジネスの進め方、いわゆる行動指針っていうところをね、この動画でお届けしていきます。で、この動画を最後まで見ていただくことによって、今ね、自身のいわゆる仕事の進め方であったりとか、どういう風な優先順位で物事を片付けていけば最もね、最短最速で月収100万以上を達成することができるのかっていうね、ヒントが手に入りますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなという風に思います。今回のですね、動画のテーマトピック3つ、こちらにね、出てると思うんですけども、まず1個目が KGI 設定で、2つ目が KPI の設定で、3つ目がアクションベースへの落とし込みって書いてあるんですけども、言葉は難しいんですけどね、すごいラフな感じでね、ポテチでも食べながら気楽に見ていただければと思うんですけど、何ら難しくないです。で、まず1個目のこの KGI を決める、これねめちゃめちゃ重要でして、何かっていうとね、最終ゴールを決めようって話です。もうこれは言わずもがな、月収100万を例えば3ヶ月後に稼ぎます、これがゴールなんだったらもうそれでいいわけですよ。で、あなたにとっての KGI っていうのは3ヶ月後に月100万稼ぎますっていうのを、これをまず紙に書いとくわけですね。もう決めると、ゴールを決めるから初めてそれに向かって達成ルート、何やればいいのかなっていうのが見えてくるわけじゃないですか。で、今晩カレー作ろうって決めるから、じゃあそのために人参必要だよね、じゃがいも必要だよねとか、豚肉必要だよねとか、牛肉派って人もいると思うんですけど、それ買いに行かないといけないよねっていうのが見えてきますと。いうことになりますね。2つ目がですね、この KPI 設定と、初めて聞く方多いと思うんですけど、これ何かっていうとですね、 KGI っていうのは最終目標で、それを達成するための中間指標を KPI って言ったりはねするんですけど、皆さんの場合は、とりあえずゴールを達成するためにやらなければいけないことを KPI だと思っておいてください。達成ルートですね。例えばじゃあ、今ねコロナだからあまり海外行けないですけども、じゃあハワイにね行きたいなとするじゃないですか。そしたらじゃあハワイに行くっていう KGI を立てました。それに向かって、じゃあまずはスカイチケットでアナで飛行機の航空券を取る。で、これ1個KPI ですよね。であったりとか、羽田空港まで電車で行く KPI ですよね。これ達成ルートが見えてくるわけなんですよ。こういうちっちゃい達成ルートというのが KPI になります。で、この KPI っていうのを多くのフリーランス個人事業主とか経営者もそうですけども、明確化できてない、これが結局売り上げが安定しない、上がらない、目標が達成できない、利益が残らないっていう一番の理由になってくるんですよね。なのでこの KPI をしっかりと定めるっていうのがすごい重要になります。例えばですね、じゃあコーチコンサル型ビジネスで月100万って売り上げを達成していきたいってなった時に、じゃあ例えばコーチング単価が半年間でじゃあ30万円ですという方がいたらですね、いくらの単価の商品を何人のお客さんに販売すれば100万いくのかって普通に考えるわけですよ。それこそ1つ1万円の商品を売っている人とかだったら100個売れば100万円になりますよね。単価5万円の商品を売っている人だったら20個売れば100万円になりますよね。10万だったら10人、30万円の商品だったら3人から4人のお客さんに買っていただけたら100万円になるわけですと。っていうところからまず考えていきます。じゃあ自分のその30万商品、10万でもいいですよ。10万円の商品を買ってくれる人をじゃあ10人見つけてこなきゃいけない。じゃあその10人のお客さんに買ってもらうためにはですよ、何人の人に営業しないといけないのかっていうこの話になるわけですよ。ってなった時に、10人の人にね提案をして100発100中全員買ってくれたらいいですけど、そうではいかないわけですよ。じゃあそのためには、じゃあちょっと20人ぐらいの人にアポつないで営業して、それで半分ぐらいの方が買ってくれたら20人に営業して、10人の人が10万円商品買ってくれたら100万ですよ。10人の人に営業して、そのうちの例えば4人の人が30万円商品をご購入契約いただけたら120万円の契約売上が上がりましたっていう話になるわけですね。じゃあ今度はじゃあ無料相談に10人集めなきゃいけないなっていうのが KPI が見えてくるわけですね。その前にまず30万円商品だったら 4人に販売しなきゃいけない。で、次にその4人に販売するためには無料相談に10人集めなきゃいけない。じゃあ無料相談に10人集めるためには、やっぱりじゃあどうやって集めてこればいいのかっていうと、やっぱ LINE アットのリスト数っていうのが必要になってくるわけですね。メルマガの方もいらっしゃると思うんですけど、ってなった時に大体ねアクティブリストのうちの大体 8% から 10% がねセッションとかセミナーとか相談に来たりするっていうのは、一応弊社のね標準的なデータとして出てるので、そこから割り出していくとだいたい最低でも LINE アットとか、メルマガに100人っていうお友達がいれば、そこから8人から10人ぐらい無料相談に来ていただいて、そこから4人が契約いただけると。だから言ってしまえばLINE アットはですね、もう100リストあれば100万以上という売り上げは、上がってもおかしくないというぐらいに、1リストあたりのね経済効果が1万円から2万円ぐらいあるんですけども、こういうような割り出しっていうのができてくるわけですねっていう話になります。今回ちょっとね数字の話なので、いつもよりもちょっと難しいに聞こえる方もいらっしゃるかもしれないですけど、すごいシンプルで、もう結局いくらの商品を何人の人に販売すればいいのかっていう、これだけなんですね。そのためにじゃあまずは何人無料相談に集めないといけないのか、何人セミナーに集めなきゃいけないのか、何人セッションにしなきゃいけないのか、でその何人セッションするために何リスト集めなきゃいけないのか、じゃあその何リスト集めなきゃいけない、じゃあ月100リストなのか、人によっては50リストでいいっていう場合もあるでしょう。じゃあその50リスト100リストを今度はじゃあどういうふうに集めてくるのか、インスタグラムから30人、ツイッターから30人、 YouTube から30人でも90リストですよねっていうふうに、じゃあ今度はどの媒体を強化していくのか、ちょっとインスタグラム最近弱いからこっち強化しようねとかっていうレベルまで細分化して書き出していく、これが KPI の細分化というポイントになります。ここまでできるだけでも本当にもう全体のトップ1割に入っています。多くの人はこれね、経営者とかでも、なかなかここまでやってない人結構多いので、ここをしっかりと落とし込むと。で3つ目にね重要になってくるのがアクションベースへの落とし込みっていうことで、結局ですね机上の空論を並べたとしても、それを行動に起こして実行するのにはですね、もう天と地ほどの差があるわけですよね。例えばこれから、私はねフィギュアスケートをめちゃめちゃ練習してオリンピックに出るんだと、口に言うのは簡単ですけど、じゃあ実際オリンピック出て金メダルを取るって、難しいじゃないですか。机上の空論で終わらないために、それをアクションベースで落とし込むっていうのが重要なんですよ。でこれどういうふうにするかっていうと、僕の場合は1ヶ月間でやるべき KPI を書き出しました。でそれをですねもう1日のスケジュールに落とし込んでいくんですね。例えば僕今日ねこの場所で動画撮ってますけども、11月の今日じゃあ14日と15日でもう何時から何時はもう動画撮影っていう風にカレンダーに決めちゃうんですね。で決めるからちゃんと動けるわけですよ。で例えば皆さんの場合じゃあインスタグラムの投稿しなきゃいけないんだっていうんだったら、じゃあ例えば今日の夕方16時から17時はインスタグラムの投稿をするとか、 LINE アットの配信文を作るとか、ブログを書くっていう風にもう Google のカレンダーに何時から何時はこれ、何時から何時はこれって決めとくんですよね。でそこまでしないと人ってやらないので、その時間分ベースまでとは言わない、時間ベースでアクションベースに落とし込む、こういうね作業っていうのをぜひやってみていただきたいなというふうに思います。はい、この動画ね見ていただいて少しでもね行動に移してより結果を出してくれるね人がより多く出てきたらねすごい嬉しいなと思いますので、今回もね少しでも勉強になったよという方はね高評価ボタン、そしてチャンネル登録もねぜひしていただきたら嬉しいなと思います。